一子ダムは、兵庫県川西市、一級河川、淀川水系一子大路地川に建設されたダムである。独立行政法人水資源機構が管理する、高さ75メートルの重力式、コンクリートダム。一子大路地川及び合流先の稲川、神崎川沿岸の地水、川西市をはじめ、尼崎市など、稲川沿岸各自治体への上水道供給を目的とした。 多目的ダムである。ダムによって形成された人造湖は、友明湖こと命名され、所在自治体である川西市の推薦を受けて、財団法人ダム水源地環境整備センターより、ダム湖100選に選定された川西市民の憩いの場である。稲川は流域に、天笠崎市、豊中市、川西市、池田市、伊丹市を抱え、かつ、 阪神工業地帯の中央部を貫流していることから、古くより治水の重点地域であった。1938年に、物ノノベ・オサによる、下水統制計画提唱は、内務省の入れるところとなり、全国7河川一故省において、下水統制事業が展開されていく。稲川においても同年に、神戸水害による甚大な被害を受けたことから、治水の重要性はかねてからの懸案事項であった。 こともあり、1941年には、稲川下水統制事業が立ち上がりその根幹施設として、稲川ダム計画が稲川本川に持ち上がった。ところが、太平洋戦争の激化に伴い事業は中止を余儀なくされ、戦後もダム計画は結局立ち消えとなった。1953年、淀川水系に未曾有の被害をもたらした台風13号は稲川でも、 記録的な洪水を招き、前期の流域都市に多大なる被害を与えた。さらには、川西周辺の宅地開発は、関西圏の有力なベッドタウンでもあることから、急速に進められ、その結果森林の伐採による流域の保水力低下が治水上の懸念材料となっており、早急な河川整備が求められた。その一方で、阪神工業地帯の拡充は、 人口の増加と工場の集中を招き、この結果水需要は、急速に逼迫の度合いを強めていった。こうしたことから、稲川流域は、従来の治水に加えて、水資源の新規開発が新たなる、懸案事項となり、河川総合開発の機運が高まったのである。こうした観点もありすでに治水計画として1954年、淀川水系改修基本計画がまとめられ、 続いて1962年には水資源開発促進法の開発指定水系に淀川水系が指定されたことから地水、利水を総合的に司る施策整備が整えられ淀川水系は大規模な河川総合開発が手掛けられるようになったこの中で稲川流域における洪水調節と関西圏への上水道の供給を目的に 水資源開発公団が1968年に計画したのが一コダムである。一コダムは1968年の淀川水系水資源開発基本計画の改定において、水資源開発公団の正式な事業に加えられた。稲川本川は宅地化の進行が著しく、ダム建設は極めて困難が予想されたことから、左支線である一子大路地川の下流、 川西市一戸地崎に計画された。ダムの形式は重力式コンクリートダム、高さは75.0メートル。総貯水容量3330万トンの貯水池を有する。稲川、神崎川の洪水調節、群浴橋地点における既得用水補給を図る不特定利水、川西市、池田市、豊中市、伊丹市。 天ヶ崎市、西宮市、宝塚市、稲川町及び豊野町への上水道供給を目的とした多目的ダムである。ダム建設に際しては、住宅地ということもあり地下高等が著しく、保証交渉は難航したが1974年7月20日には、水源地域対策特別措置法の第1回指定ダムに上がり、保証に関して厚い対策を提示した。 この結果よく1975年8月には保証基準も妥結した。その後ダム本体工事が開始されたが、山中ではなく住宅地に隣接したダム工事であることから、騒音や水質を抱くといった環境対策に特段の措置を講じる必要があり、その意味では特異的な工事でもあった。計画発表より15年後の1983年ダムは完成し、 以後流域の治水、離水に貢献しているが、一時期一個大路地側の異臭問題があり、流水の減少による物繁殖によって起こっていることが判明し、これを解消するために河川の泥や元を清掃するフラッシュ放流が実施され、以後異臭問題は起こっていない。ともあき湖ダムによってできた湖はともあき湖と呼ばれるが、これは付近にあるともあき山から由来する。ちなみに、 友明さんは、奇妙さんが生って呼ばれたと言われ、以前は、銀、銅を算出する鉱山があった。2005年には、財団法人、ダム水源地環境整備センターの選定する、ダム湖百選に、川西市の水薦によって選定されている。ダム及び、友明湖付近は、稲川渓谷県立自然公園に指定され、近畿自然歩道のハイキングコースともなっている。 また、周辺には、兵庫県立市子公園、国崎せせらぎ広場、友明子キャンプ場等のアウトドアスポットが整備、されている。国道173号が湖の西側を通っていることもあり、交通のアクセスも良い。市子ダムは、神崎川、稲川筋で最初に完成したダムである。稲川流域では、相川に、大阪府が補助多目的ダムとして相川ダムが、 北節豪雨を機に1976年により、計画が進められ、美能の滝で有名な美能川には治水専用ダムで、ある美能川ダムが一個ダムと、同時期に完成している。また、あまりの川には1979年により、建設省が特定多目的ダムであるあまり、野川ダムの計画が進められていた。だが、愛川、洋の川領ダムは1990年代の、 公共事業の見直しの洗礼を受け事業が事実上凍結した。愛川ダムは規模を若干縮小することで建設が続行されたが、よ野川ダムは2005年、淀川水系流域委員会の答申によって、国土交通省が事業中止の判断を下した。ところが、流域自治体や移転住民が事業中止に反発し自体は流動的な様相を見せており、 稲川流域の河川開発はこうした過渡期的な状況となっている。ありがとうございます。